フルーツで負けたら和歌山県が和歌山県でなくなるし、それだけで返したら日本全国どこでも負けた。冬垣があっての船に、この垣で他の他山地に負けたら筆山町が筆山町でなくなってしまう。だから私たちの柿農家は電信電力をかけてやってる、作ってる。産地として非常に有名。他産地、他府県では、まあ、日本全国7、8カ所大きな産地があるわけですけど、私は全ての産地見学回って見てきております。それぞれの産地でいいところがたくさんあります。たくさんある中で私たちにしかできない冬垣作ってる。これが和歌山県、またこの地方のこだわり、色、形状、食味が違う。これは久里山という地形に関係してる。例えば標高、風向きであったり温度差であったり、それらが非常に冬垣に適した産地。久里山の冬垣についてはおそらく日本一やね。日本一っていうのは世界一じゃない。血の色は柿色した。それぐらい、まあ、心の芯から思い入れ、こだわりを持って作った。